のり動画サブちゃんへようこそ。はい、いつも私のチャンネルをご覧になっていただきありがとうございます。ぜひこの動画も最後までご覧ください。今回はこちらマナールの畑の方に来ております。はい、だいぶ成長もしてきている状態で、撮影はですねこちらの畑は久しぶりになります。はい、で本日の方は作業ですね。今回はこちらになります。はい、こちら防鳥糸になります。で去年はですねサルトリくんと言われる黄色い防鳥糸の方を利用してたんですけども、まあ、今年も実はそちらを買おうかなと思ってですねコメリの方に2店舗ほど回ってみたんですけど残念ながら売ってませんでした。で今回はこちらの黒色の防鳥糸ですね、1本でこれで 2000m になります。確かサルトリくんも同じだったかな、距離的には 2000m だったか 1000m だったような記憶しております。ちょっと去年の動画ちょっとこちらの方に出しておきますのでよろしければそちらもご覧になっていただければと思います。はい、先ほど見ました通りちょっとですねサルトリくん売ってなかったのでこちらだったんですけども、実はそのサルトリくんを使う前はこの黒い方の糸を使ってました。まあ変な話なんですけどね、防鳥糸はですねこの黒か同じようなもので透明なもの、サルトリくんのように黄色いやつ、あとラメ入りの中黄色いやつも売ってるんですけども、そちらは 1000m ぐらいですかね、ちょっと距離が短いんですけども売ってるのがこれしかなかったので、まあ、今回はこちらを買ってきたんですけども、コメリさんの方で購入してきて1個598円ですねで売ってました。毎年この時期にやってます。以前はですねもう少し後ですね8月ちょっと前ぐらいにやってたんですけども、そこまで行くともうかなり成長してしまってですね、その間を縫ってですね防鳥糸を張るのが非常に難しいので、まだそこまで成長しない段階で、今は今の時期に張っているようなことをしています。あまり早く張りすぎるとせっかくですね収穫が始まる頃にはですねダメになってしまうと意味がありませんので、ちょうどこのぐらいかな、6月の中旬から下旬の間に張るようにしております。まあカラスの方はですねものすごく羽を大事にする鳥、まあ鳥なんでみんなそうだと思うんですけども、特にカラスはそうみたいですね。でこの色はまあ鳥の目から見た際において、まあ、見にくい糸、まあ細いんで見にくいんだと思うんですけども、まあ、知らないで入ってきた時に、この防鳥糸に触れるとですね、まあ、羽に当たるのであっという風な反応を示して中に入りにくくなるというものらしいです。うちの畑では 7R、3R、10R の畑ではこの防鳥糸を使います。はい、15R の畑ではこちらは利用してません。 15R の畑でですね防鳥糸を一度張ったことがあるんですけども、ちょっと作業的にかなりひどいのでやめました。で防鳥器ですね、電子防鳥器を買ってそちらをですね設置して終わるような状態にしております。 15R の畑は電源が作業小屋があるので電源があるのでそういう方法は取れるんですけど、まあ、こちらとかね 7R、10R、3R は周りに電源が全然ありません。まあ、こちらは棚がそこまで高くないのでうちでは防鳥糸で対応している状態になります。ということでですねこちらの方を今回は使って防鳥糸ですね貼っていきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、まだ全部貼り終わってはいませんけども、とりあえず撮影の方は終了したいと思います。この後続けて防鳥糸を貼っていきたいと思います。
はい、私の方のチャンネルではイチジク栽培に関する動画をアップしております。もしよろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。またお友達に紹介、共有していただくととても嬉しいです。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。